ダレな伝承の通りだす。キーワードは我されど再びラクドに帰らん。どうやら一人乗りみたいだな。悪いが先に行かせてもらうぞ。あんたのことはもう認めるが、身内の恥を他人任せにできねえんだ。遅かったじゃねえか。なあに、もたもたしてたんだ。そいつはロムン艦隊を沈めた竜神兵の完全体だろう。俺たちの祖先が有翼人の技を盗んで作ったハイエメラスの化け物。やっぱりあんたすごかったんだな。それに引き換えざまあねえぜ。あっけなく兄貴の黒の鍵に返り討ちにされちまった。多分今の兄貴はかつてのアルマより強いはずだ。くれぐれも気をつけろ。とどめを刺さなくて。いくら弟君とはいえ放置しておくのは危険です。その通りですわ。私たちにお任せくださいな。心配には及ばん。それに新たな客人も来たようだ。ようこそアドル・クリスティン。はじめましてと言うべきか。不肖の弟がずいぶん世話になったようだね。君のことはよく知っているよ。エステリア、セルセタ、フェルガナ、そしてサンドリア、
それらの地で起こったことはロムンの諜報網を使って調査済みだ。エルディーンの謎に君が深く関わっていることを知って先に排除しておこうと思ったのだが、今となってはもうどうでもよい。エルディーン、幻のアトラス大陸において栄え、イース王国やセルセタ王朝の源流となった偉大その文明は、翼持つ神々とエメラス技術によって栄華を極めた。エメラス、ああ、なんという奇跡の産物だろう。今まで君が見てきた神秘の多くエルディーン文明の絶頂期に作られた。そしてそれは神々自身にも当てはまる。生命と結びつき、あらゆる形態に変化する力を秘めた。彼らはその素材を使って不老不死と奇跡の力を手に入れた。現世から去る時に彼らの翼と肉体は白き石像とか、我々の祖先も箱の力を借りて白エメラスを生成しようとしたが、残念ながら粗悪で暴走しやすいハイエメラスしか作れない。黒鍵アルマリオン、我らの祖先がアルマから盗んだ箱を制御するためのマスターキー。もっとも神ならぬ耳は完全に使いこなすのは不可能で、だからこそアルマの力を授かった巫女の血筋が必要だったのだよ。ついに手に入れたぞ、神々にのみ許された奇跡の力を。万能たる黒に染まりし究極の翼を。さあ、赤毛のアドルよ、神を超えた力の前に果てるがよい。勝負は終わっていない。こんなところで終わらせてたまるものか。兄貴、諦めが悪いぜ。ガッシュ、兄貴は負けたんだ。だからもう終わりにしよう。もう祖先の妄執なんかに兄貴が付き合う必要はないんだ。だからお前は甘いというのだ。一族の面汚しめ、貴様のざれ言など聞く耳は持たぬわ。兄貴、我らの祖先は神の力を求めて禁断の箱の蓋を開いてしまった。そして千年の時を経て、神の力は子孫たる私の眼前にある。ならば、なすべきことはただ一つ。黒の鍵が主が命じる。箱よ、大いなるナピシテムよ、
全ての力を我に捧げよ。いいぞいいぞ、なんという力、なんという心地よさ。タコさえ制御できれば、私は神すら超えることができる。なんだ、エルースト様。最後の賭けに。霊力ヒール、機能停止を高める。霊力ヒール、機能停止。これより自動制御状態に移行する。なんだ。最悪の事態になったか。このままでは、河南諸島のみならず、エレシア大陸までもが崩壊する。どういうことだよ。箱は。ナピシュテムはエルディーン文明の保護を目的に作られた気象制御装置だ。それを我らの祖先が都合よく利用しようとして暴走イリス、セルセタ、エルディーンの継承箱が行おうとするのは文明の最高。その力を津波に変えて最高の障害となる文明を滅ぼすだろう。すなわちエレシアに根付いた今の文明を、祖先の過ちを償うべく何とか制御しようと試み、どうやら器ではなかったようだ。冗談じゃねえぞ。だったら兄貴は力を求めていたの。また事実、私の魂はあの白き翼に焦がれていた。そのことに悔いはないが、世界が滅ぶのも本意ではない。奇跡の前の道を開いた。アドル・クリスティン、君が持つ三本の鍵を使え。運が良ければ箱を止められるだろう。兄貴！エルースト様！ゆえ、セラ、今までよく使えてくれた。最後の命令だ。ガッシュと生きていくがいい。ガッシュ、不甲斐ない兄のため苦労をかけた。さらば。エルースト様、嘘ですよ。やだやだ、エルースト様。兄貴、バカ野郎。どうやら最後の時が近づいてきた。あのクリスティ、悔しいが、箱を止められるのはあんただけだよ。
末のケリをつけてくれ。忘れたか。ポケットしてないでついてこい。